られます。誓いの言葉、指輪の交換、そしてキス。そうして二人は王子様。
イン様、ジャスティン・ビーバー様からお祝いが。あとで。カリン、プレゼントだ。
次は二人の時。結婚したけど、うん、夫婦じゃないから、うん、じゃあこっちが折山さんの部屋、こっちが俺の部屋。え？で、共同生活のルール決めよう。まず自分のことは自分でする。新婚気取って俺の分まで料理とかしないで。新婚なのに？勝手に人の部屋に入らない。ここは壁だと思って。え？開けないこと。壁？家庭内勉強？あと、結婚してることは絶対に秘密。うん、二人だけの特別な秘密なのね。バレたら退学なんですけど。え？なんか勘違いしてない？決まったんだよね。代わりにうちの親父が作った借金肩代わりしてもらった。あと学費も出してもらえた。おかげで学校も辞めずに済んだ。え、知らなかったの？だってカリンが決めたんだよ。剣先輩とだったら結婚しても知らないでしょ、俺のこと。いや、最初見たときかっこいいって。よかった。同情する
なんてないんじゃん。俺、顔で結婚決めるような浅はかな女大嫌いなんだ。シャワーを置いたらもう終わってるし、これ言った、お腹すいたし、お金ないし。
最低限のことは教えるよ。本当？カリが何でもできるんだったら嬉しい？まあ。そしたらカリのこと好きになる？ならないです。なんで？まあ、少しは見直すかな。しないでって言ったよね。だから全部借りるなんですけど、食べきれないからよかった。
ほしいことある。カリ作りたくないし。名前、下の名前で呼んでほしい。はあ、ダメ。いや、いいけど。やった、じゃあカリもナオ先輩って呼ぶね。少なすぎたかしら。いえ、十分すぎるほどいただいてます。僕の注意が足りませんでした僕らも悪かった。そういえば仮に全く金銭感覚を教えてなかったなって。なあ、うん、カブラギ、足りない分を。いえ、残りのお金で何とかします。どうやって？二人で何とかします。します、二人でねえ、ナオさん、カリン様、本番はお泊まりいただいて。そういうのねえ、覚悟できてるんだろう。嫌いじゃないって。これなら
はゆっくり眠れた？ママそんなこと聞いちゃダメだよ。あらそう？カリンマグスカリン。ナオ様、カリン様、参りましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。カムラギ、車はいらない。よくないもの。え？カリン様。申し訳ありませんでした。宮殿。私どもが何も考えず、高級な食材をご紹介したばっかりに、カリン様が。宮殿。はい。70円のうどん見て笑ってんの？あ、カリンたちお金ないから節約しないと。はあ、違う、あ、なんだっけ。カリン、この俺に思ってないだろ。ちょっとそこ座って。
の人誰？食堂のお皿落とした。前同じクラスだった子。名前で呼びました。何だって、スマホ館が言ってますもの。あれはただの友達って雰囲気じゃないわ。何かあるわ。で、よその女。かりんちゃんだよね。おお、ちょっといい？付き合ってるというよりもう少し深い感じ。彼とは別れて。ナオってさ、先輩付き合ってた。前付き合ってたんだ、ナオと。何やって。別れてって言ったのは、私かりんちゃんのことが心配なの。ナオがあなたと付き合うってきっと金目当てよ。ナオの家はすごい借金なの。で、あなた折山グループのお嬢様でしょ。だからナオって顔だけはいいから騙されちゃったと思うんだ。私は借金のことが分かった瞬間別れたんだけど。え、お金目当てだとダメ？足りないんでしょ。だったら助けてあげればいいんじゃない。あるところからないところ。ちょっと待って。
確信したもん。カルミおじ様はこの人だって。ちょっとカルミおじとコウメ、なんかいい感じ。そうやそう、それを仮に気づかせるため。どうもありがとう。どうもしまして。バカ、あのさ、これそんなにかっこいいかな。かっこいい、いや間違えた、あ違う違う、あのそのなんていうの、顔だけって、なお先輩なかっこいい。それに優しいし、真面目だし、かりんにいろいろ教えてくれるし、成績もいいし、サッカーもできるし、それをどっちでもよくて、あといい匂いもするし、髪も綺麗だし、歯も白いし。あ、熱っ、ちょっと熱いよ。Thank you.
Title. Title is the biggest cancer dish. 食分で私のため。ブーブー違います。残念です。あ、カリンの授業がございますので。おしゅうさん。ごきげんよう。あとよろしく。は？お待ちしてね。彼氏じゃない。
でそんなに貧乏してんの？これか。その代わり、今すぐ離婚しろよ。離婚しろ。そうじゃなければ、学校に結婚のことばらす。大騒ぎになって二人とも退学だ。カーリー、好きな方選べよ。選ぶまで、返さないから。無視してんだよ。なんでパパの？カリンの実家まで探しに来たの。今どこ？行ったら怒る。怒んないから言え。怒ってる。無事なんだな。引き取りに来た。返すわけねえじゃん。だったら夫として警察に通報する。笑わせんな。何が夫だよ。あんたがあいつにそれらしいことやったことあんのかよ。カリンの親父に取り入って借金の肩代わりをしてもらい、あんたは学校も続けられる。そのための結婚、完全金目当てだよね。違う？聞いてんだけど、気持ちもないんでしょ？今は違う。わかんない。かりんもいつか。今幸せじゃねえだろ。ボロボロの家住んで、貧乏くせえもん食って、毎日ヘトヘトで、俺はガキからあいつを見てる。あんなカリンは見たくねえんだよ。理想の王子様って、あいつ16にもなって絵本の王子様に憧れてんだよ。ドレス着て一緒にダンスして、みんなに祝われて結婚式、それがあいつの望みなんだよ。
それ一個でも叶えてやったの。俺は全部叶える。分かったか。お肉とバナナが好き。サッカーと勉強も好き。ブロッコリーが苦手。あと大きい音、お皿とか割れる音が苦手。知ってたんだ。
結構最近まで思ってたんだよね。あ、いや、母親がさ、すぐ物を売って怒鳴るんだ。あんたなんか産まなきゃよかったって。借金抱えて出てっちゃった親父に顔が似てんだって。顔目当て。ずっと母親の怒鳴り声と物の壊れる音聞いてたらさ、
よ。どうすんのよこれから。ちょっとあんたもあいつと同じ。二人は未成年ですが、子供ではございません。昨日の夜、先代も言ってた。あいつはさ、俺に言われたとかじゃなくて、お前のこと考えて出した答えだと思う。分かってやれよ。遊びに行こう。俺があいつなんか忘れさせてやる。夢だったんだろ、絵本のお姫様。踊ってくれますか？なりたいんだ、お前の理想の王子様に。
18歳になったら俺と結婚してください。返事は帰ってから聞かせて。カリン様より預かってまいりました。私はカリン様が願えば叶わないものはないと申し上げておりました。すいません、俺は感情ナオ様と結婚された後もカリン様が願いが叶っていないとおっしゃっているのを私は聞いたことがございません。そして二人は夫婦となりました。
で何が悪いの？割れない皿買ってくる。なお。すんだろ。それがカリンのためだって納得したんだろ。したつもりだった。でも俺はカリンに向き合いたい。一生を捧げてカリンを幸せにする。幸せにできるまで絶対逃げない。どんな権力使ってでも渡さねえって言ったら世界中的に回しても奪う。カリンが味方でいてくれたらそれでいい。それが聞きたかったって親か。俺はずっとずっと好きだった。カリンだけは俺を選ばないって。今日プロポーズの返事っつったのに来ねえし、多分どっかのボロ屋にでもいいんじゃねえの。
潰すからな。一番自分勝手で最低なことする。一生許さなくていいから。式をできるまで5年かかりました。5年前は2人ともまだ子供で、でもカリンと一緒にいて夫婦とは何か今は少しだけ分かった気がします。彼女は僕にとって世界でたった一人の最高の女性です。
年前の続き。